実は私、動画では隠していましたが。遊戯と友情強いキャラクター当てちゃいましたー。はい、というわけでね、もうこのモンストというゲームは制したと言っても過言ではないでしょう。なので今回は、超絶クエスト、つくよみに挑戦します。まだ早すぎると思うがな。さあ、動画では初の超絶クラスのクエスト。これは気合が入りますね。ふふふ、でも私のサタンがいればどんなところでも余裕だぞ。そして値がめっちゃ強い遊戯を操作していくよ。じゃあ私は回復要因のマーリンか。そして私がこのつくよみには適正キャラと言われているシンカリボンを操作していくよ。いやー、それにしてもサタンにワクワクの実がつくとか鬼に金棒だな。最近いろんなキャラにワクワクついたよな。そうそう、例えばノンノとかノンノとかノンノとかね。全部ノンノじゃねえか。ねえ、さっきから倒しても復活ばっかされちゃってない？確かにたくさん倒してるはずなのに不思議だぞ。まあね、このつくよみのダンジョンは一度に全部倒さないと復活してくるキャラがたくさんいるからね。そうか、じゃあスピード速いやつが全部倒すしかないんだな。それかスピードアップのアイテムが出るのを待つしかないんだね。ふふ、普通の人ならそう考えるはず。でもね、そんな時のために、うちにはリボンという適正キャラがいるんだよ。でも右上で敵の後ろに隠れてたら意味なくないか？リボンに当たらなかったらスピードアップできないもんね。ほんと配置は重要だよな。ごめんなさい。でもこっから私のスーパーなショッキングを見せてあげるからね。ショッキングって単語初めて聞いたな。ふふ、ここにリボンがいればみんなうまく当たれるんじゃない？いや、この敵の配置だと中央左下あたりが良かったと思うよ。まあリボンの配置なんてどうだっていいんだぞ。なんたって私がここから一気に全部倒しちゃうからな。それができたらめっちゃかっこいいな。でも貫通ならリボンに当たるから。ああ、結構惜しかったな。でもそろそろ倒さないと体力がやばいよね。ふふ、まあここは最強の遊戯を持つ値に任せておいて。なんたってうちで唯一のタスカンキャラなんだからね。お、これは期待できそうだね。てかタスカン遊戯しかいなかったのかよ。ふふ、見た見た。なんだかんだリボンの力を使わずに全部倒しちゃったよ。遊戯もなかなかやるな。でもサタンほどではないな。どんだけサタン推しなんだよ。まあいい、今度は私が一気にやってやるぜ。それにマーリンは回復力があるからそこもついでに狙っていくぜ。確かマーリンは味方3体に当てると 21% 回復できるんだよね。そうだぜ。なるほど、だから今は全く回復しなかったんだな。敵に挟まれてカンカンしちゃったからね。すまん。ふふ、この配置ならリボンで一気に全部倒せそうだね。確かにいけそうな気がするぞ。てやえ、嘘でしょ？なんで3体も残っちゃってんのさ。そして体力が。モンスト、反省会。ねえ、これって何なの？この企画はですね、何でも、モンストの降臨で負けてしまった時に、何が悪かったのかを振り返るという、次への渇望と、視聴者さんに攻略する気があるんだぞっていうメッセージを遠回しに込めた、なんとも素晴らしい企画なんですよ。へえ、じゃあ早速今回のつくよみ降臨を振り返っていこうか。はい、そうですね。まず一つ目の反省点は、ステータス低すぎ問題です。まず、今回挑んだパーティーを見てください。はい、なんとタスカンなのが遊戯しかいないという不思議。しかも、ワクワク持ちはみんな一級という妥協っぷり。ここまで準備不足だと逆にすがすがしいよね。いや、それダメなやつですからね。そして二つ目の反省点は、リボンの配置下手すぎる問題。まあこれは視聴者さんの大体が分かっていたことですが、なんと今回のダンジョン、最初のリボンは右上に留まっていましたね。これは逆に相手を挑発して、攻撃を弱めてもらう心理的作戦だったのでは？モンストにそんな機能ありませんよ。というわけでね、今回の反省点は、ステータスと配置問題でした。なのでここを直せばきっと超絶クラスの降臨も勝てるはず。では、またねー。動画のご視聴、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録を、お願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方は、動画の下にある、この登録ボタンをクリック。パソコンでご覧の方は、私の下にあるお手製の登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができるので、よろしくお願いします。では、カリナの他の動画もお楽しみください。しただけ。